ジオテイルは宇宙科学研究所とアメリカ航空宇宙局との国際協力のもとアメリカのケープカナベラル空軍基地のロケット車上からデルタ2ロケットを使用して1992年7月24日に打ち上げた次期券観測衛星宇宙科学研究所が探査機を開発搭載観測機器の約3分の2を提供し NASA が打ち上げロケットと残りの観測機器を提供。宇宙研究の主力三局によるエスプにおいて、すでに打ち上げられていた対衛星群と協力し、地球磁気圏尾部の尻尾の構造と動きを観測することが目標であった。磁気圏を幅広い範囲でカバーする軌道を持ち、衛星のテレメーターデータは、i s セ s のウスタソ空空間観測所と、NASA や、 JPL の新宇宙ネットワークが受信。京都大学にてデータがデータベース化され、関係各研究機関にネットワーク越しに提供されている。当初、3年半の寿命を見越して作成された衛星であったが、2015年10月現在でも正常に動作しており、継続して観測運用が続けられている。 2004年12月28日の朝には過去最大級の太陽系外天体からのガンマ線を観測した。本衛星は1999年まで月スイングバイにより軌道変更を行っていた。このスイングバイの基礎データは起点により収集された。本機では磁気検微部を観測するため、まず月スイングバイで延地点135から140万キロメートルという 長大円軌道に移った。さらに時期券ビブは太陽の反対側に長く伸びていることからガッツスイングバイを繰り返すことで地球が好転しても円地点を常に寄る側にキープさせていた。このような運用は1995年まで約2年間続けられガッツスイングバイは14回にも達している。その後は 遠地点高度を約30万キロメートル20万キロメートルと段階的に落とし、月遷移軌道から観測を続けた。現在は軌道、姿勢制御用燃料を使い果たしたため、月の接動に任せて様々な軌道をたどっているが、その結果として予想外の成果も得られている。なお本衛星は弱さで、 地球観測衛星に分類されてはいるものの、飛天と同様のかなり高い軌道を飛行している。そのため運用面では月、惑星探査機と同様に扱われており、2010年現在は、赤月、イカロスと一緒に、アイセス、JAXA 相模原の新宇宙管制センターで運用されている。明物とともに、以下のような多くの技術的チャレンジと、その検証が行われた。 放射線に強い衛星、設計衛星本体から、計測器を遠ざけるための進展技術表面の、導電性処理 EMC 対応策これらの技術は、火星探査機、望みや小惑星探査機、はやぶさなどに使用されている。搭載された機器は次の5種。ありがとうございます。